はあんた床ああああああまたもねおおすごい醤油おいたこお二人いきますよ本日はですねじいじとばあばが来てくれたんであのあんたらの勉強机がある部屋の収納を作ってもらおうと思ってますそのお手伝いを危ない危ないちょ危ない危ないちょっと危険すぎるやろ大工さんやっていきますんであと1人1名まだ昼寝中なのでうんであとお父さんが不在中なのでさっき始めたいと思いますじゃあレッツゴー高評価雄大降りてって言われてんのに10 9 8 7 6 5雄大3 2 1あ回すんやってほらこうまだまだいっぱいあるからまだまだいっぱいあるからうんそうやばいやばいあんたら破壊行為しまくりやん破壊工事をしますいや工事っていうか、はい、うわっ壁まで行かんとあんたらさそれもうガードマンさんみたいになってるからもうやめときやんうわいやちょっと雄大その下よ下下下雄ちゃん雄大下が壊れるゆうちゃん、ゆうだい聞いてるあのさ、破壊行為するのやめてくれよわぁ、あんた床、あっじゃあ、あっあっあんたさ、お父さんに言うたろお父さん、今から出ましょういや、マジで穴開いてるしあ、おはようおはようめっちゃ寝起きやちょっと、また、ほら終来そこ、閉めてていつも言ってるのにさあのリンゴを今食べるときちゃうねんえ、バレえ、なんてチーズアレルギーやと食べないやん。おいしい。ね、じゃ直しなや。え、どうするんそれ。誰が食べろ。なんでお母さんに。いらんの？いらんのにさ。お母さん。こんなに舐め散らかして？お母さん。いや、じゃじゃじゃ一口食べてみて。いや、ちゃうね。うん。うん。雄大のツバ味。上手。いやあんたが絵描いてきなよ。こうだいこうだい力仕事やからちょっと手伝って。こうだいこうだい。耳聞こえてる？この下に雄大あげなあかんねん。今度はもうバーバの方側に回ってあげろん手伝ってあんたさちょっと先からさめっちゃおるやんそんなに買えないんちゃうかあ、ちゃうやんこれあれやんまた別のやつやんそういえばそうだ忘れた。また中身入ってる。ねえ、今初めて気づいたけど。なんか知らんの。いや、あんたらそれ今気づいたわ、お母さん。僕も。えぐ。いい感
と技。これもしかして、あ、ガンガンやってたからここブニョーなってる。ブニョーえっとね、はい、じゃあ僕は置いて、せーの、はい、お父さんの努力で完成。やばいやばいやばい、信じられへん。完成じいじがやってくれてな、じいじとばあばがな、一生懸命お父さんの努力で完成。お父さん二日酔いやっただけやな。え、ここに何を入れるの。おもちゃと絵本と、うん、絵本なん、ランドセルと教科書とか全部入れる。それは分かりません。はい、じゃあみんなね、これみんなね、これじいじバイバイ、いやもう載せるバイ、これな、はい、行くね。じゃあじいじありがとうは、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、じゃあせーのバイ。さあせーの、あ、またもね、おおすごい、すごい、見て、おー、きれい、すっきりしてる、すっきり、見て、すっきり、これがお母さんがやりたかったことね。そう。はい、じゃあじいじが手伝ってくれてこれできたと思うけれども、はい、こっち向いて、どうやったか誰か言いますか。あー、それやっとったら落ちんね。誰か言いますか。はい、雄大くん、なんか、うん、作ってくれて嬉しかったし、うん、来てくれて来てくれたら嬉しかったな。嬉しかったな。コーナー10代どっち。コーナー、すごく大変そうやった。大変そうやったな。お父さんも、お父さんも、あのさ、そこを登っとったら落ちるね。これ1時間半いや、2時間くらいかかってる、うん、えぐい。はい、じゃあ10代どうでしたか。あの、なんか、うん、古代の部屋ぐちゃぐちゃやったけど、うん、綺麗なところが、うん、いい気持ちやな。オッケー、よかった。引き続きここに直してね。はい、ちゃんと直してくださいね。分かった人、分かった人、はい、はい、翔也、はい、男、三兄弟、三兄弟、大きい声で三兄弟、どんどん、だい。